ンドリック君、クルトワに命を狙われる。クルトワ武士が炸裂。クルトワ、もしエンドリッキがシュートを外していたら、彼を丸ロスよ。でも彼はゴールを決めたからみんなが黙る。彼は自信があり、超強力なシュートを打つ。ビニシウスとエンバペにパスを出さず、個性を示した。こんな奴がチームにいるの怖すぎだろ。ゴール決めたからこそ言えるジョークだな。あそこでシュート打ったのはマジで尊敬するわ。カイザーの意思を受け継ぐもの。いやでもマジで外したら本気で全員から非難される場面で、決めちゃうところが持ってる気がするんだよな。結婚したばかりだろ。寝取りには気をつけた方がいい。嫁さん寝取られるかもしれないから怖いよな。そして決めていたら、今度は謝るのガールフレンドと寝るよ。さすがはクルトワ様、アトレティコ戦でも畜生ぶり発揮してください。怖すぎだろ。これに昨シーズンはクロースもいたんでしょ。左エムバペ、真ん中エン君、右デュルレ君が見たい。姉さん女房にゴールを捧げたかったんやろね。これ直前にボレーシュートを空振りした後だからね。マジでメンタル強い。レアルはスター同士が食い合うチームでもあるし、若くても自分を見せつけないといけないよな。マドリーで一番の本物は彼なのかもしれん。笑顔で首絞めてきそう。